皆さん、こんにちは。つれづれ北海道チャンネルへようこそ。セレナちゃんが走っているのは国道230号線で、定山渓に入りました。ここから右にそれて、冬のアサリ峠を越えて JR アサリ駅を目指します。冬場の北海道は、峠越えというと猛吹雪やアイスバーンでめちゃくちゃおっかねえ環境がイメージされます。そんなスリルとサイエンスをお届けすべく動画取材に挑戦します。ちょっと公衆トイレによってドレン抜きしていきます。すっきり爽やかになって、颯爽と峠に向かいます。この先を右に行くと約10キロ先の豊波鉱山跡にたどり着いて行き止まりになります。そちらは日を改めて走りに来ます。動画はあまり期待しないでお待ちください。定山渓ダムの天場を通ります。定山渓ダムの水たまり札幌湖の展望台ですが、展望ポイントは雪深くなっているのでスルーします。
定山渓高原札幌国際スキー場を通り過ぎました。札幌国際スキー場はアサリ竹に張り付いていますが、裏の日本海側にはキロロリゾートが張り付いています。左側にはアサリ峠旧道の入り口ゲートがあります。現在は通行止め廃道となっています。昨年、旧道東佐で動画にしているので興味のある向きはご視聴ください。
サリダムです。JR あさり駅についてこの動画はおしまいです。猛威吹雪のめちゃめちゃおっかない冬道とはならず、リスナーさんの期待に応えられなくて残念です。ともかく最後までご視聴ありがとうございました。折り返し動画もよろしくです。まったね。